埼玉県子ども動物自然公園は埼玉県東松山市岩戸野にある埼玉県立の動物園である。開園は1980年5月5日、岩戸の丘陵に広がる46ヘクタールに及ぶ巨大な敷地を利用して一部の動物は放し飼いにされており、動物は200種を超え1600点余りが飼育されている埼玉県内最大の動物園である。 中でもオーストラリア以外の動物園での展示が世界唯一となるクワッカワラビー。日本国内では7カ所の動物園にしかいないコアラ。世界最大級のフンボルトペンギン生態園。ペンギンヒルズ。冬場におけるカピバラの露天風呂で知られている。敷地内には国際児童年記念館、ピーター・ラビットなどの絵本の資料館、大東文化大学ビアトリックス・ポーター資料館、 アスレチック施設など動物園以外の施設も多く設置されている。また、動物園に隣接して埼玉県平和資料館があり、展望塔からは関東平野が一望できる。埼玉県平和資料館には休日のみ最寄りの西ゲートから徒歩で直接移動可能である。休園日は毎週月曜日、年末年始、1月の特定火曜日、 露天風呂でくつろぐカピバラたち軍里動物がいる、施設北園東園その他の施設動物園内を走る蒸気機関車型のバス。機関車に客車が連結されている。ルートは正面入口前から園内を回って、東園までを約20分かけて結び、主要箇所に乗降場が設けられている。平日5往復、休日9往復運行されている。 2019年5月31日にオープンした園外運動施設。高低差約37メートルの斜面に、ウォーキングやジョギング等のトレーニングに、最適な散策路とクロスカントリーコースからなる。いずれも、半時計回りの一方通行のコースで、乗り物やペットの入園は不可である。また、子供動物自然公園とは別施設扱いになっており、 子ども動物自然公園からの出入りはできない。利用料は無料で、子ども動物自然公園の入園料はかからない。施設内には駐車場、管理事務所がある。当初は子どもの自然学習向け施設の予定地とされており、子ども動物自然公園の自然とは本来このエリアのことであったが、県民の健康志向の高まりから、どの年代でも楽しめる散策路。 クロスカントリーコースとして整備された。クロスカントリーコースの設計にあたっては、元埼玉県庁職員のプロランナー川内祐希選手が監修した。なお、子ども動物自然公園とは、入り口が別の場所にあり、道路距離で約3キロメートル離れている。周辺にはレジャースポットが多い。朝日新聞デジタル2014年5月8日。 埼玉県子ども自然動物公園25年ぶり入場70万人により県子ども動物自然公園開園40年記念でキリン社会層へ国内でも数少ないキリンのガラス越し展示を目指す国内唯一のクオッカ展示埼玉県子ども動物自然公園日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル ジャックスムズ 58475200U、d a 4 2 c 2 l 7 2 0 0 0 2020年4月26日、閲覧。産経新聞2019年5月31日、川内選手監修の黒缶コース、東松山の子供動物自然公園にオープンより、ありがとうございます。